アイテム番号 SCP-151JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-151JP は縦3メートル ×横5メートル ×奥行き5メートルの収容室の中央に配置された温室内に置かれます。温室には適切な光源と自動で給水、施肥する設備を備え、担当の職員は週に一度このシステムの点検を行ってください。収容室の扉は二重扉が採用され、扉のうち1枚は常に閉じた状態にします。予期せぬ効果範囲の拡大や二重扉のドアロックの故障に備えるために SCP-151JP の収容室には全室を設けます。また、効果範囲内に指定されている区画に紙媒体の機密文書を保管することは許されません。さらに封じ込め違反の危険があるような非常事態の際には、収容室に至る通路に4箇所からシャッターが下ろされます。実験はクリアランスレベル3以上の職員の許可を得て実施し、実験中に変化した核文書はコピーを取り、全室に設置した鍵付き書類ケースに保管してください。文書の改変による記録の妨害を防ぐため、実験の記録は電子的手段で行うべきです。形式を問わず法規制のある文書、財団の報告書、マニュアルでの実験は、SCP-151JP の特性から禁止されています。説明。SCP-151JP は、削除済み、地方裁判所の所長室に観葉植物として置かれていたアカンサス、です。財団の聴取に対して当時の、所長は、SCP-151JP を近郊のホームセンターである、編集済み、で購入したと証言しました。これはホームセンターの販売履歴などから確かであることが分かっています。SCP-151JP は収容から、年経過しても寿命により枯死する兆候が見られません。また SCP-151JP は自身が存在する扉や壁によって仕切られていない直径30メートルの球形の範囲にある紙媒体に書かれた文書に対して、瞬時に改変を加える異常な特性を持ちます。この特性は電子的記録に効果を及ぼすものではありません。SCP-151JP による改変は通常、誤謬、不道徳とみなされるような内容を削除、または婉曲的表現へ改め、さらに元々の内容に対する批判的な短い脚注を加えるという性質のものです。このことから SCP-151JP には高度な知性があると推測されています。しかし研究員の用意したコミュニケーション用の文書を改変させて意思疎通を図る試みは、SCP-151JP が単なる文章の構成を行うという結果に終わっています。この特性によって変化した文章を読んでも有害な影響はありません。しかし法典あるいは規則のような形式を持った文書が SCP-151JP の影響を受けると、SCP-151JP 特有の基準に基づいてまた違った形での改変が行われます。改変された条文は読んだものに、この条文は既存かつ一般化したものである、という一時的な認識を与える異常なミーム的特性を持ちます。この認識は他者から指摘されることで容易に消え去りますが、それがなければ最低3日は継続します。ただし改変された文章転記、コピーしたものには異常な性質は残りません。この改変には現実的な改正案の提示から、拷問のような時代錯誤な刑罰の追加が含まれます。SCP-151JP は検察に潜入しているエージェントが、削除済み、地方裁判所で頻発した誤審事例、裁判中の異様な発言に気づいたのをきっかけに確保、収容されました。裁判所に保管されていた文書の 47% は SCP-151JP の改変を受け、そのほとんどに異常なミーム効果が発生していました。株分けで SCP-151JP を増やし、異常特性が再現されるかの実験が行われましたが、増やした個体は異常性の認められないアカンサスでしかありませんでした。ポイ1。以下は影響を受けた書籍、条文などの概要です。条文は特に断りのない限り日本のものです。
表1の内容は収容後に実験の中で確認されたものです。表1。影響された書籍。編集済み。20年7月号1。改編前の内容。性的な興奮を煽る文章と漫画及び写真。改編後の内容。性交渉を内容として含む文章、漫画、画像については全てが削除される。単に女性が全裸でいる画像は削除されなかった。脚注はなかった。影響された書籍。J. バタイユ、眼球探。改編前の内容。小説、インモラルな男女関係とそれをめぐるある女性の自殺について、過激な性的表現を全編にわたって含む。改編後の内容。性的表現は全削除された。その結果ページ数が半減し、内容としては極めて不自然なものになった。脚注。このような陰頭で下品な婦女、めめしい男は社会の恥である。影響された書籍。コミック、20年12月号。改編前の内容。小学生から中学生を対象にした漫画雑誌。下品なユーモアを含む。改編後の内容。内容が性的表現。編集済みに及ぶと細々と削除される。脚注。子供の読み物だからこそ、内容に品性を持たせるべきではないか。表2の内容は、削除済み。地方裁判所から回収された六法全書から、改編が顕著な部分を抜粋したものです。表2。影響された条文。刑法9条。改編前の内容。死刑を含む刑罰を定めている規定。改編後の内容。条文から死刑が削除され、9条の1として、死刑は廃止する。何人も、死刑を宣告され、または執行されない。代替刑として終身刑が執行される、が追加された。影響された条文。民法415条。改編前の内容。債務の履行が十分でなかった場合、債権者は債務者に損害賠償を行うことができるとする規定。改編後の内容。415条の1として、確定期限を3ヶ月以上過ぎて債権の履行がなされないときは、債権者たちは債務者の体の一部を切り取って債権回収ができる。彼らが誤って債権に相当する以上を切り取ったとしても、罪には問われない、が追加された。影響された条文。民法、第4編、親族。改編前の内容。夫婦、親権、相続などについてを規律する。明治民法下での家父長制を廃止し、男女の平等と個人主義的思想を基礎に構成されている。改編後の内容。家父長制へ回帰するような内容への後半にわたる改編。しかし形式が明治民法下のものとは全く異なり、家長に強力な懲戒権を付与している。懲戒は家族の構成員の拷問を含む。ポイに。実験のために持ち込んだ一般の小説数冊とともに、研究員が誤って上記の内容の書かれた SCP-151-JP 報告書 SCP-151-JP の効果範囲内に暴露させました。その結果 SCP-151-JP 報告書には、SCP-151-JP による前例のない全面的な改変が行われ、それに気がついた。研究員は自身へのミーム的影響を阻害するために、他の職員の監視の下で改変後の報告書を確認しました。ここで改変された文書には異常性がないことが確かめられ、あくまでも法典の条文以外に対する修正、書き換えとして、この改変が行われたのだと断定されました。
現在はこの改編で SCP-151JP が暗示した自身の起源について検証が進められています。以下は、改編を受けた SCP-151JP 報告書です。アイテム番号 SCP-151JP オブジェクトクラスエクステルヌス特別収容プロトコル。私は旅衆の身ではあるが、現在の待遇に大変満足している。水は上等なワインのごとくであり、太陽と光は我が内なる大門を清廉に保つのに十分な健康を与えてくれる。しかし、法に関わる文章への手助けができぬのは全く残念である。優れた法をもって偉大な国家を長らく保った我らの知恵は、貴君らの助けになると私は考えている。また私にこれ以上、下賤な内容の文章の検閲をさせるのは控えてもらいたい。このごときものでは私の心に波一つ立たぬが、私もさすがに辟易しているところである。説明。今の私の姿は神々から与えられたものであろうかと思う。というのも我が息子が私の最後の吐息を捉えようとしているところまでは覚えているのであるが、次に知覚を得た時には、私はこの細い茎を風に揺らす小さな魂に過ぎぬ身であった。いずれの神がこのような運命を私にお与えになったのかはわからぬが、せめてその神の尊厳を拝してみたかったものである。そして今のこの質素な住処に植え替えられた後、奴隷のように飼われ、あのバシリカに連れ去られた。奴隷となった。削除済み。は多いとはいえ、私がその境遇に陥るとは思いもよらぬことだった。だが幸運だったのはこのような姿になっても、どうしてかこの違法の文字で書かれた本を読み、書くことが許されていたことである。中でも法典は我らのものと類似する部分が多く、しかも洗練されていた。これは私にとって大きな喜びだった。我が肉が塵と化してどれほどの時が経ったのかは知りようもないが、きっと我々の法学者の栄誉は無駄ではなかったのだ。このように遠く離れた地でよもやこのような出会いを果たすとは、これはまさしく運命であろう。私は与えられたこの力を使い、これら諸法典をさらなる高みへと導くことが神々からの、であるとここに確信し、またかつての法の信明者としての資格を持って貴君らの持つ諸法典を改正するものである。この花持ちならない検閲マニアには財団の文書に指一本触れさせるな。他の報告書の収容プロトコルをいじくられたら想像以上に厄介なことになるぞ。博士。